フレッド・バルガスはフランスの小説家、考古学者。本名はフレデリック・オドアンイコール,ルゾーであり、バルガスというペンネームは映画、裸足の伯爵夫人で、エヴァ・ガードナーが演じた主人公、マリア・バルガスにちなむ。パリ生まれ。3人の歴史学者を主人公にした三聖人シリーズやアダムスベルグー視シ,シリーズでフランスのみならず世界で人気を博している。 フランス国内のミステリー賞を多数受賞しているほか、英国推理作家協会が2006年に創設したインターナショナルダガー賞を3度受賞している。1996年、死者を起こせでフランスミステリー評価賞を受賞。2000年、裏返しの男で再度同賞を受賞。2004年にはアダムスベルグースシリーズ第3作、パースビートイルビアンタールで、 ドイツミステリー大賞を受賞。2005年には、裏返しの男が、英国推理作家協会主催のゴールドダガー賞の候補となり、2006年に同協会が、インターナショナルダガー賞を創設すると、死者を起こせが、その第一回受賞作となった。2007年には、アダムスベルグケースシ,シリーズ第4作数スレベンツでネプチューン。2009年には、青チョークの男でも、 同賞を受賞している。2018年、アストリアス交代子賞文学部門受賞。日本では、死者を起こせが、2003本格ミステリーベスト10で、第8位にランクインした。ありがとうございます。